お正直ちょっとした方が、やはりこう、ちょっとこう、行くわけですよね。うん,うん。うん。まあ、これ結構大事なんですよ。なので、ヘッドル部分が。要は、このダイヤルで。ちゃんとこう、動くと、これ最低限度ですね、これは。うん、あなたのホビーに、カメラ技術を。プラスアルファ。アルファホビー。はい。ああ、ちょっと。あれですね。えっ、ー、と、数六七さんから質問がございますね。 えと今アルファ6400でジェット機取りをしてると,、えー、とシグマの1400を使ってます、チコやつですね。えー、6700か C2 かどちらが使いやすいですかってことですね。うん、あ難ししいででででですすねあののってててささ、うん、画角的にどうなんですか、うん、クロップされて実質百でしょ結局その 800じゃなきゃ困るのかフルサイズの100400にしちゃって平気なのかどうかっていうところが結構そこですよね、うん、ちょっとちっちゃくなりますからね、うんうん、れこれがい、ね、純正レンズだったらさテレコンとかもあるんだろうけどさすがにクロップって、ね、サてドうィなんでちょっとないんですよねさすがに、C、いくら、C、これが CR だったらまあとかって話になるんだけど、うん、まあクロップしちゃうからよかと、うんうん、1200万画素だからね,ねだからそう考えるとあの どっちがっていうのはちょっとそのもう少し写真スタイル的にどの辺求めてるかなっていう,うまあでも6700でジェット機撮ってるっていうんであじゃあ6400でジェット機だから6700も a i f 入ってますからねうん、うん、そうそう a i f は入いですよね<お>、うん、そうなんですよ、うん、そうなるとそこの恩恵は預かれるわけですねうん,うんなんでまあどうなのかね僕はちょっと C2 も6700もねちょっとまともに使ってないんでね何ともちょっとアドバイスがしづらいですけどねうん あやっぱそうだ、天助パパさん、えー、っと、100、400、GM はレンズのファームアップで120個は対応になります、やっぱそうだね、絞りが一コ,、ま、コマ目に固定、あ<ー>えー、やっぱ AE が、だめなんだ、やっぱここが固定になっちゃうとかですね、あそういうだから明るさだからばらばらするところですよね、は要は。は<ー>うーん これではちょっと寂しいよってことなんですよね。使えるそうレンズがちょっと使えるズームレンズって言ったらいいですね。うん、そう100%使えるズームレンズがないこれがまた厄介なのがさ2600は対応しとるんだけど2600は今度オートフォーカスがもう根本的に弱いんで、うん、弱いっていうか遅いんですよ。うん、あのせ正確ですよちゃんと使いますよちゃんと。 遅いんですよのんびりしてるんですよすごく。なんで、いたしかよしですよね、うん、そこは。そっちを取るのか、ね、AF のスパーンと射抜くスピードで AE 固定、まあ、AE 固定だから、まあ、マニュアルで取ったら意味ないんだよね、うんいや、全然関係ないんですよ、だから。うん、でそこのところであの、そっちを取るのかっていうことで、なんかこう、どっち選んでも何かが不足するっていう状況になっちゃってますよね。 う,ーんうんですねあ、政宗君、<っ>飛行機撮影には500ミリ、600ミリが欲しいと感じていますと、ああ、なるほどね。ってことはやっぱ APSC か、うん、APSC で100 400、400ミリをクロップで、うんえー、要は何ミリだ、600ミリ相当か、600、何十ミリか。うんうん、じゃあ600ミリだ、600ミリになるわけだね。150、600として使うわけだ、100、400を。 クロップで許されるんだったら C2 でもいいんですけどね。うん、やっぱ2000、2400万画素欲しいんであれば6700選ぶしかないね。そういうことですね。ちょっとね残念だけどやっぱ予算の関係上純正とテレコンとかもあるのかもね。だから、うん、シグマ選んでるってこともあるのかもしれないし、じゃあそこで CR になる、うん、なるできないってことはやっぱあるのかな。ね、1400万まあご予算もあると思うんですけど1400小さいんですよシグマの。 もうもうそうだね言われてみればめちゃくちゃ小さいんですよ純正の140円に比べたらもう全然小さいんであのやはり小型っていうところももしかしたら要素の中あ,<ー>あのそもそもあの選択肢の中で C2 が出てきてるんであれだね<の>長さの規定とかもあるかもねも制限だったりとか最近、ね、まあご自身がやはり小型の機材がよろしいと、うん、おいうことなのかもしれないですね、うん、はいおすすめの一曲を教えてくださいえー、っとね 何を取るかだなこれ一脚で何,何取るんですかねあの一脚はねあの一脚そのものよりもまあ、僕の考えですよ上に乗っける要はヘッド雲台の方が結構重要でここを要は選び方間違えると、えー、使い勝手が非常に悪いですうん,うん雲台っていっぱい種類あるじゃないですかうんうんうん 一脚用の要はその動きがめちゃくちゃ制限された問台ってあるんですよありますねただありますよね。ただネジ切ってて普通にぶってつけるだけだとただこういう風に要はそのそうなんですよも <laughs> うよ <laughs> こ,こういうふうに動かさなれてからね <laughs> <laughs>、まあ、若干はね若干,若干はあるんだけど若干、ね、あ,あります若干はありますよ <laughs> はいだけど、うん、やっぱりこの 一脚にやっぱりバーンとこうついたやつがこういう本当にもう何て言うのこの杖の上に崩れたボールみたいなになった状態では,のはこの軸からの半円のこの,この半円内でしかこう動かないからね動かないんでね <laughs>、うん、なんでやはり多少ここ動かんでいかんですけどあとはその当然そのパンとチルトがついたやつなんか当然そんなのは一脚にはふさわしくないわけなんでそうなると、えー、要はこちらの要はえっとなんだ れかチルト、うん、方向しか動かない専用のやつがあるんですよ一脚のやつがあれなんかは結構僕はいいと思いますけどねだからどっちかっていうとその一脚の種類っていうよりもそのヘッドの種類で選んだ方が僕はどんなヘッドが付いてるかで選んだ方がよろしいかと思われますん、えー、まあ、あとは一脚の太さ毛の太さとその長さはね、まあ、もうそんな分かけないと思うんですけどあのに関してはご予算で。 まあ太け当然高いですでいや細け安いんだけど細いとこんどぐらぐらするんで <laughs> しなっちゃいますから、まあ、そこのところはまああのご自身でまあ見ながら使う機材の,その大きさにもよるんでね APS-C にさっきの話じゃないですけどシグマのちっこいライトバズーカあーなんかつけるんだったらまあそこまで太さはいらないでしょうけどあのまあそれなりの大きさ例えばじゃソニーの200600をつけてフルサイズのボディですと。 いう形になるんだったらあんまりキャサナな一脚だとしなっちゃうんでねまあそこはちょっと安定よろしくないですねっていう感じですねスポーツサッカー野球鉄道を取るのであどうなんだろう,もう一脚でこの辺を取ったことがないのでちょっと何ともアドバイスがしづらいですね。 まあ私はそんな、うん、私一曲何本も持ってますけどそんないいやつは持ってませんけど僕持ってるやつちょっと見せようかあっいかまあいっかちょっと待ってねあのー、私はサッカー娘のサッカーとか野球は取ってないな鉄道も取ってないな、はいうん、まあっていうかね一曲で意外と邪魔なんだよね <laughs> やっぱね <laughs> あのー あね、一脚はね結局手を休憩させるためのものだと僕思ううまいこと言いますねその通りよ、はい、そんな感じ <laughs>、うん。それ以外はやっぱね思った時に思ったように取りたい場合はやっぱ普通にこう外した方が早いからこうやっぱりこう振り回しちゃうんだよな、ねうん、やっぱり200600ででもやっぱりねそのモータースポーツの流し降りに関しては縦方向が抑制できるんで、うん、これはやっぱり強いですよやっぱり。うん、僕使ってるさは脚これですこんな感じですね。うん 太さもあま太いです。うん、太いね。いいやつだ。こんな感じですね。うん、で、まあ、ヘッドが、まあ、さっき言ったヘッドですね、重要なのはここですね。でも、ここは要は、こっち方向しか動かないんですよ。こんな感じで。横も動かないです、これ、全然。横なんで動かないかっていうと、意味ないからです。こうやってグリグリ動かすから。うんうん、意味ないですよ、横。ただ、やっぱり角度を変えたいときに、おじぎちょっとした方が、やはりこうちょっとこう行くわけですよね。うん,うん。うんまあ、これ結構大事なんですよ。 なのでヘッドル部分が要はこのダイヤルでちゃんとこう動くとこれ最低限度ですねこれは、うん。であとまあここのかしめるところに関してはまあ人それぞれなんですけどまあ昨今はここが要はあのアルカスイスのそのあたたたアルカスイスの要は規格になっているかどうか、うん。 っていうのが結構重要。これはちょっとクランプ式になってますけど、うん、まあネジのもの。僕はネジの方が好きです。もうたまたまこれはクランプですけど、うん、あの<つ>ここがまあアルカスイスなのか、うん、他のその今規格なのかっていうのがあるんですけど、まあこれアルカスイスの五換になっていることが最近は多いです。うん、うん。まあ100%じゃないですけどね。はい。こんな感じじゃないですかね。とにかくここのここのヘッドが結構重要ですね。だってこのう台なんかこの普通の三脚使えないですからね。こんなの。うんうんうん。 もうとてもじゃないけど使いにくくて無理ですからねまあ私はこんな感じ長さ的にはこんな感じですこのぐらいっていうのかなこんな感じですねはいちょっとはいうんもうそんなこと言ってる前にあと30分で2023終わりになりますはい今ね半あレースカメラマンの方が自由運台だってなるほど 動いても構いません重さの分だけですのでモータースポーツも横だけとは限らない斜めの方が多いくらいで真、まあ、横だけなら雲台入れませんが斜めがあるので自由う台ですなるほどね、まあ、こういったご意見もございますねはいということですねまあ自由う台でも全然いいという形ですねはいそんなことなんなですねうんまあ私もあるやつは何本かあるけど 直付けのうんまあ本当にね本当に部長が言ったように休ませるためのものかなやっぱうんまあそうですねやっぱり <laughs> あの手がプルプルしないそう本いい用の支え棒、うんうん、でちょっとこう気合い入れたい時はむしろ逆にあのだから車のレースで俺も持っていくまあほとんどないなだからこう取ることがほとんどん流し取りでもほとんど フリーで撮ることの方が多いけどやっぱまどろっこしてっていうようになっちゃうからういざやろうと思うと外しちゃったりとかしちゃいますからね私はまああのー、ご自身の撮影のスタイルに合ったものを、はい、まあ選んでくださいってなるとまあアドバイスも靴もなくなっちゃうんだけど <laughs> まあまあけどまあ部長がおっしゃったように、はい、片方だけっていうのも一つまあ、あそう言われてもいそうふうに僕は結構これがあの非常に使いやすくて使ってます、うん、はい。う